やめ。そんなくだらない取材、付き合ってられるか。あの超絶可愛い笑顔、あんなの俺見たことないぞ。なんだよこの敗北感。星野に政略結婚の話なんか持ちかける奴がいたら、俺がマグマに沈めるよ。お兄様はお優しい子って。で、自分が身代わりになって、犠牲になって、人柱で花嫁か？お前には関係ないってか。人の気持ち無視するのもいい加減にしろよ。俺
お前が。